女性天皇と共に明るい日本を実現する会です。東海は皆様と共に日本と皇室のいやさかを願い、そして考え、様々な活動を通して女性天皇の実現と皇室典範改正を目指しております。額賀衆議院議長は海江田副議長と共に12月19日、議長公邸で立憲民主党、日本維新の会、公明党、共産党、国民民主党の幹部と会談し、安定的な皇位継承のあり方について、党としての考え方を取りまとめるよう議論を促しました。額賀議長からは、まず各党がそれぞれの考え方をまとめ、次のステップとして、来年の通常国会に各党の考えを持ち寄って議論する場を作りたいという趣旨が伝えられたといいます。来年の通常国会は令和6年1月22日からではないかと予想されます。本日は安定的な皇位継承のあり方についての政府のこれまでの動向を整理していきます。このチャンネルは女性天皇と共に明るい日本を実現する会の公式チャンネルです。日本と皇室のいやさかを皆様と共に考えていくことを目的として運営させていただいております。日本と皇室のいやさかを願われる方は、ぜひチャンネル登録と高評価をご検討ください。また、来年1月21日、日曜日、新宿駅南口にて皇室典範改正議論を求める抗議活動を行います。大まかな日程は10時より集会、13時よりデモ行進を行います。安定的な皇位継承のあり方に真正面からの議論を避け続けている政治家に対して行う抗議活動です。当日参加も可能ですが、事前の参加申し込みをお願いしておりますので、ご協力いただけますと幸いです。事前の参加申し込みについては、動画概要欄をご覧ください。では早速、本題に入ります。安定的な皇位継承のあり方について、上皇陛下の生前退位に際して、平成29年に施行された、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議に伴い、令和3年3月から、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議に関する有識者会議が行われました。この会議では、安定的な皇位継承を確保するための方策が議論されましたが、会議開始直後から、悠仁天皇を揺るがせにしてはならないということで、議題を皇族数を確保するための方策に変え、議論が進められました。議論が進められ、令和3年12月には、1、皇位継承権を持たない女性宮家創設案。2、男系男子の旧宮家から宮家への養子縁組案が検討結果として、政府に報告されています。会議直後から議題が皇族数を確保するための方策に変更されたことにより、検討結果は当初附帯決議が求めていた安定的な皇位継承を確保するための方策から大きくかけ離れたものになってしまい、結局皇位継承策が示されませんでした。この検討結果については、皇室専門家や当時の立憲民主党の西村智奈美幹事長が、皇族数を確保するための方策に論点をすり替え、課題を先延ばしした。この報告書は国会での議論の土台にすることはできない、と問題視していました。その後、政府は令和4年1月に衆参両議院議長に検討結果を報告しました。そして、今年11月10日、岸田文雄総裁の直属機関として新設された、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会の初会合が開かれました。
会長に就任した麻生太郎副総裁は、安定的な皇位継承について岸田総理から改めて喫緊の重要な課題であり、我が党として議論に貢献するという意向が示されたとした上で、皇室のあり方は我が国の根幹をなす極めて重要な課題であり、事柄の性質も考えて、限られたメンバーで静謐な環境の中で、議論を深めていきたいと述べました。この懇談会は、有識者会議の報告書に沿って行われることから、ここでの議論も、有識者会議同様に、安定的な皇位継承を確保するための方策を議論すると偽り、課題を先送りすることになるものと思われます。この行為は、国民を欺く、卑劣で、狡猾な手段と言えます。女性天皇と共に明るい日本を実現する会では、このような政府を糾弾するとともに、日本と皇室の未来に国民が立ち上がらなくてはならないと考えております。本日はここまでです。安定的な皇位継承のあり方についての政府のこれまでの動向を整理してきました。次回配信は安定的な皇位継承のあり方についての政府案の問題点と危険性についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは様々な皇室問題に関する動画を多数配信しております。他の動画もぜひご覧いただき、よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。来年1月21日、日曜日に開催する皇室典範改正を求める抗議活動で政治を動かす大きな力となるよう、共に日本と皇室のいやさかへの思いを叫んでいきましょう。これからも女性天皇と共に明るい日本を実現する会をよろしくお願いいたします。